こんにちは、クリムです。今日はですね、ちょっとわざとものすごいノイズの中をお届けしてるんですけども、ちょっとあのプリズムサウンドに変えてこのデスク環境で気づいてしまったんですけど、マイクプリを、まあ、SM7B みたいに出力ゲインが少ないものでマイクプリのゲイン上げていくとやばいぐらいノイズが出ることに気づいてしまって、で1日2日ぐらいちょっと格闘してたんですね。でアースなのか何なのかで、結局原因を突き止めまして、モニタースピーカーの、ケーブルを TRS でつないでるときに出るんですね。で今つないでるんですけど KRK の V4 っていうで、相性が悪いのかで、こういうコメントくださった方もいて、スピーカーにつないだときにノイズが出るっていうの で同じ現象だなと思って、でメインマシンにしようと思ってたんですけど、この UCX からライラ2にこれだったら変えられないなと思ってて、やばいと思ってたんですけど、さっき解決しました。でですね、ちょっとご紹介したいと思います。でここに 3P から 2P に変換するやつをつけてまして、これですね。でもこのタスカムのパワーディストリビューターが 3P でそのままいけるので、それにしますと。でこっち R も、そうすると、はい、 OK。 はい、どうですかね。かなり減りましたね。ようやくここまで来ましたね。まあ UCX2 の時もたまになんか、特にこういう SM7B とかですかね、原因を上げなきゃいけない時にノイズ気になったことがあって、まあ原因はこれだったのかなと思うんですけど、アウトが4あるんですけど、1、2にスピークアウトをしてるので、基本ここではつなぎたくて、わざわざノイズのために抜くのね嫌なんで、ということで今はかなり減りましたね。うん。でもう一つの部屋でちょっとあのレコーディングしている時はスピーカーつないでないので気づかなかったんですけど、でこのデスクの環境、いろんなハブとかルーターは違うけど、Mac とかあとこの定常光とかいろんな電子機器があるので、いろいろオフにしたりして試したんですけど分からず、まあようやく分かりましたね。で今コンパネでマイクプリの原因は 65dB っていうマックスにしていて、でスピーカーつないだ時にノイズ出るから、スピーカーをこうなんていうかな、オフにしたいんですけど、つまり回路をオフにしたいんですけど、それできないみたいなんですよね。ミュートにはしてるんですけど、これ実際に抜いたらよくなるのかな。ちょっと今つながってて、まあ、2P から 3P に変換してよくなったんですけど、ケーブル自体ちょっと抜いてみますね。変わらないですね。変わらないってことはつなぎっぱなしで OK だということですかね。まあで今聞こえるノイズはまあじいち聞こえるけど、これはまあ仕方ないかな、このぐらい仕方ないですかね。でもさっきのやばいぐらいのノイズはもう本当に収録できない感じだったので解決できてよかったです。というわけでプリズムサウンドのせいでなかったと。途中あの RME のベビーフェイスに試しても、まあ同じようなノイズ出てたので、
そうそうそう出てたんですよね。なのでプリムサウンドが悪いわけではないのは分かってたんですけど、ようやく解決できました。でこのタスカムの AVP250 は初めて今アースにつないだんですね。アースを延長してきてつないで、まあでアースの効果ってそんなない気はするんですけど、多分 2P 変換をやめたということですかね、結論的には。はい、というわけでちょっとノイズに悩まされてた、ちょっと途中経過でした。ご視聴ありがとうございました。